よし、行くぞ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 。あれ、ああ開いたか。よしよし、パラサイトイブです。扉の鍵を前回ギリギリで、ね、見つけることができたので、開け開け。どこの鍵ですかこれどうしようかな。まあそれを探すところから始めるのか。ちなみにこの辺の本棚とかも一応カチカチしててよかった。このねオルゴールみたいなやつですらなんか開く可能性ありますからね。まあもっか、あとはツールか。まだ持ってないね、ツールね。ヒューズはあるけどツールはないんで、それをどこかから集めるなりなんなりして、もう敵出ねえかなここ、まあ、出なくていいんですけどね。レベル上がったからあれかな、ボーナスあるか、ボーナス出てるかもしれないんで、それで使ってもいいか。ここは敵出るんだっけ、今出てもいいか、出なくない、あ、出てきた出てきた。とりあえずそのこの扉の鍵を使える場所を探さないといけないかね。え、基本的になんかホールさ、基本狭いじゃないですか場所が。ああ、すぐどこ、まあこの、まあ、アクティブね、そのタイム的には相当余裕あるんで、ね、1回ダメージ受けてしまえばかなり、その後の行動には、まあ、そんなに響かないというか、リカバリーすぐ効くんで。あ、移動じゃないです。使わせてください。よし。今後あれかな、回復薬1が出なくなったりするのかな。なんか慣れてくるとどん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 回復ね、どんどん回してって使っていってとかってありそうなんですけど、ね、あまり慣れてきてしまうとどこかで何かが枯渇しそう。あれ、ここちょっと待って、おい一周してきただけじゃねえか。あれかな、そのヒューズがあるところに行かないといけないのかな。じゃあそれがどこかっていうと、もうわからないですよね。もうほんのちょっと時間が空くだけでもわけわかんなくなるんで、これ。ここエレベーター室、エレベーター室、エレベーターのところですよね。ここが開くのかな。うっそ、ここのここエレベーターは壊れてるっていう設定でいるんですよね。え、ちょっと待って、この鍵どこだよ。使う、スーパー困るんだけど、ここか。あ、開けた。この鍵はもう用済みのようね。捨てたのかな、捨てたんだな、そうやって言うくらいだったら。頼むぜ。お、焼けた人調べろ。調べないのか。とりあえず調べないとな。あ、敵が出てくるか。いいよ。ぶっ飛ばしてやるよ。できればさ、あのエナジー、パラサイトエナジーからさ、発せられる攻撃がさ、すげえ強いけど、すぐ起きてんだけど。参っちゃうな、これ。やっぱりそんなに余裕ねえよな。いくらさ、お眠りできるって寝てねえんだけど、本当に寝てる？こっちに攻撃が来ないだけなんじゃないの？一発二発。え、これ必須じゃね？あのタイムアタックがどうとかじゃなくて、これがなきゃ無理でしょう。ね、こう、いやもうぶっちゃけ攻撃力ってそんな高くないからさ。もっとあれかな、まあ、もっと強い攻撃力を持つ武器が現状を ありませんね。ここまで来るのに、まあこれが必要だったっていうかここまでをいかにこうやりくりするかのゲームの可能性出てきましたね。そうすると開けろ。ああ、来た来た来た、ツール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 、これが欲しかったんだよ。今すぐ使おうぜ。さっさと使おうぜ。このグレネードランチャーと、このグレネードランチャーを、
1個しか動かねえんだもんな、ムカハの頭にきますよ。そうすると3発になると。なるほど、万能ですね。一番下は何になるのこれ。その3つ目のスロットっていうか、そのスロットのさ、なんていうの、スキルっていうのかな、弾丸の種類でしょ、で連射力でしょ、でそれ以外に何があるのこれ。なんかアイテムが出やすいとか、あとはまあこのオートアイテムがやりやすいとか、やりやすいオートアイテムしてくれるとかになるのかな。その移動するための能力スキルがないとね、あの穴があっても入れられない、ぶち込めないわけですよね、実際問題。これはどうすればいいんですかね。どうすればいいっていうか、どうしてくれるんでしょうか。とりあえず戦えばいいですか。相談数とはまたね違うはずなんで。お、知らない人、なになになになすごい、直接的に来ましたね。2発、3発で、みんな寝ない、1、2、3。これでまあできれば永久に封じたいわけだな、敵の動きを。まあただそんなね、そう都合よくはね いかないんで、1、2、3回とか。あ、強いなあいつ、寝ねえしさ、寝ねえしっていうか、1、2、3。ちょっと 狭かったか遠かったか、ってか、おいおいおい、すごい、一周、世界一周してるんだけど。よし、あ、まずい、あ、もう近距離攻撃がすげえ強いですね。まあただアイテム使ってくれるのがすごい助かりますね。開くことはできるっていうか、これあれですね、金魚鉢、防護服っていうのかな。あ、なんかあるじゃん、またヒューズだ。え、ヒューズばっかりいらねえんだけど、とかヒュ、俺が欲しいのってヒューズじゃなくてさ、その別の、あ、で、来た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 、青色変わるとき、危なかった、これなかったら、あ、宝箱、危なかった、ビーベスト、ステータス攻撃に強い。ああ、また防具は防具でそういうのがあるんですね。弱いですね。ってことは、これ、まあ、ツールがあれば、この、ちょっと待てよ。これさ、改造許可証でさ、ベスト、あの防具の方をさ、改造できるですかね。改造することができるでしょうか。そうじゃないと、穴がいくつあっても足りないっていうか、ね、穴が欲しいんですよ、今度。まあ、ままならぬものだなってことなのかな。あ、ごめん、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、1、2、3。で、1、2、3。リロードの時があまり早くないですね。よいしょ、1、2、3。足を損ねてた。あー、敵の HP 高えな。よし、レベルアップおめでとう。ヘイスト、あー、すごくいいですね。回復薬もでもガン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 溜まってるし、そんなにね厳しい感じはしませんけどね。一応この辺も漁っとくね。ララさんじゃねえや、アヤがいきなりね、ガチャ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 ってやる可能性本当ありますからね。あんまりこの子は目ざとくない、俺が目ざとくならないといけない、俺自身が目ざといスキルを発動させないといけないとちょっと大変ですよね。青色カードキーを使うのはこっちですね。違いますね、そっちエレベーターですね。ヒューズが2本ありますので、
この2本で電源が回復すればいいんですけどね。この先ですね、青色カードキーを使えるのは。一応使ってからセーブしときましょう。ほい、ビスー。この鍵はもう用済み、捨てたんだろうな。でセーブする前に回復もしとこうか。回復薬1がまだあるから使っちゃいましょう。でまだ余裕はあるし、回復剤がまあそんなにでもないですよね。そんなにないですよね。この時点でさ、俺パラサイトエナジーヒールハイ使えないの？使えんじゃん。あ、めっちゃ使えんじゃん。常に俺パラサイトエナジー全然使わないんで、もう回復剤ほんといらなくねっていう感じになっちゃいましたね。余裕で使えるんで。あ、ヘイスト、ヘイストか。とかヘイストは強いけど、あれだろうな、絶対パラサイトエナジーたまんねえんだろうな。なんかさ、いや別にヘイ、あのヘイストを使うことでパラサイトエナジーまでヘイストかかる必要はないですよ。別に何だったら別に遅くなってもいいよ。たまらないってさ困るんだよね。本当にやめて。あ、マヤ、お願い、待って。あなたは本当にマヤなのかい？マイクロウージー、ここでも来てくれました。だけど今回このゲームではショットガンがね来てくれないですね。寂しいですわ。ショットガン大好きおじ、お兄さんとした。お、ツール、来た来た来た、いいぞ。あー、でも今何使うんだろう。ツール、なんか使えるもんある？あ、これか。これ、あのさ、武器のさ、ステータスみたいなのって見られるの？使用するだとダメか。なんか武器のさ、ステータス、これか。ちょっと待ってね。で、これ一回変えちゃって、これは何なの？乱れ打ち。あー、すべての敵にランダム攻撃。連射が5連射になる。これだな。うん、これを変えましょう。ちょっと乱れ打ちはまずいな。ランダムに打たれても困るよね。逆にさ、この消すっていうことはできないのかな、スキルを。邪魔じゃね。実際あってもさ、なんか困るようなやつだと思うんだけど。とりあえずグレネードライン、チャータイプのやつに、マイクロウージーをやって、でマイクロウージーの5発を移動して、これでいいでしょう。これで5発俺は撃てるようになったから、すげえすげえすげえ強くなったんじゃねえの。でさらに一応ここ補充だけしておいて、めっちゃ補充されてんだけど、これライフルタイプですね。これじゃないですね。 M79 ちゃんをもし補充して、そうすると1回の攻撃で5発叩き込めるわけで、速攻でリロードが必要ってわけですね。ちょっと待って、俺持ってんのクラブなんですけど違う、そうじゃない。ちなみにヘイストはどれくらい使うの？え、なんかこれ全部使うのかな？あー、どれくらい使うのかちょっとわかんないな。最悪。ちょっと待って。これをグレネードランチャータイプにまず変える。すいません。よろしくお願いします。おー、なんだあれは。ヘイストはまだ使えない。じゃあ、これを撃つの？やだよ。やべえなこのゲーム。よし、ヘイスト使ってみよう。おお、足速い。これ速い、危ない。あいで、これ難しいな、避けんの。ターゲットいくつかあるか。あー、ターゲットが3つあるのか。弾と一緒でリロード。
はいで、おいいぞいいぞ、なんだか知らない、よし固まった、よし死んでくれ、俺のために死んでくれ。あ、これタイミング悪いですね。え、あ、いや、やらねばならぬやつかそいつ。すげえなこれ。あやはあやでさ、100発100中なんだけど、ちょっと気持ちよくなってきたね。こんだけグレネードぶっ放せると。これは何もできない、これは何にもできない、この辺のものは何にも、あ、あれまたヒューズ、ヒューズばっかりいらないんだけど。あ、そこ宝箱、手持ちのアイテムがいっぱいです。入れ替えますか、ちょっと待ってください。何があんの、 何がそんないっぱいあんの。回復、あ、毒治療薬、これいらないね。毒治療薬これもいらないね。開けて、回復剤にいいぞ、こっちの方がよっぽどいいぞ。ん、あそこにも、あそこ俺がなんか開けたやつか。でこっち行ける、ここじゃない、ここじゃない、じゃあ一回出ていい。でどっから来たんだっけ、奥に行きたいのか。でもしヒューズが直せれば電源がまた回復するやつだな。ヒューズボックスが壊されている、ここが出られない。入れますか、入れましょう。なんか言え、もう一回。ああよしよしよし、3つ、いや3つで良さそうですね。入れろ、ん、電源を入れる、ワイヤーをつなぐ、大丈夫かこれ。ゴム手袋とかいらねえの、ちょっと怖いんだけどね。ずんぬ、あ、何も言わない。あ、でも回復しましたね、よし、これで手持ちのアイテム、あ、いいです。でもう一回セーブして、まあ、上でもセーブできるかな。エレベーターがあるから上に行きましょうか。ただ緑色カードキーがないのはちょっと気がかりですが、うん、俺は今自ら入ったのか、自ら入ったくせですね。なんかあれですね、やっぱ電気が青いとそれだけでちょっと雰囲気変わりますね。こういう普通の白色っていうのかな、電球だと。無機質、これを無機質というのかちょっと分かんないですけど、ピッで、こっちもやつも、あ、動かない、こっちに動かすか。余計なことはせず行きましょう、油断せず行こう。はい、ピッ、あ、ピッって言わないですね。あ、でも普通日本のエレベーターもピッって言わないか、ボタンを押しても。うわ、なんだなんだお前ら、二人いたぜ、マヤと私。で、緑色カードキーをこれから探すのでしょうか。持ってないんですが、あ、開いてんじゃん、そして敵でんじゃん、何が出てきても。できれば広範囲で、まあこれ完全にウージー使わせる流れですよね。使わないんだな、これが。これあれだな、なんかあっちこっちに打ち込むよりもさ、やっぱ一体ずつやった方が良さそうですね。何回当ててんだろう。なんかリロードの、なんかさ、必ずリロードのタイミングがおかしくなるんだ。なぜだろう。ここで一回やめるか。で、多分次リロードタイムになると思うんだけど、どうだろう。とりあえずヒールハイだけかけた。
早いな早いなって思ってたのにアクティブタイムが遅いですね。よいしょ。ミスっちゃった。でここでリロードされる、されると思うんですけど、ああここ止まっちゃうから悪いのか。とりあえず攻撃だけさせ、攻撃してこないんだったら先にヒール入る。あ、思ったより撃ってこなかったな。じゃ先撃っちゃうか。したらボーナスポイントが多少溜まってるはずなので、アクティブタイムとアイテムが持てる数が増える。俺はアクティブ、死ぬほどアクティブ、死ぬ、あれ、ここ、あ、死ぬほどアクティブ。よしで、セーブして、時間が余裕はないけどまだあるんだよな。こういう時が一番ちょっと困っちゃう。まだいけるけどこれやっちゃっていいのかなっていうね。結局2本3本に分ける必要があるのではないか。でも行っちゃおう。ここは知った部屋ではないか。この 毒攻撃してくるやつはあんまりね強くないんで、逆にこれですね。あー、こいつの弾をね撃ってくるんですね。とりあえずこいつに全部ぶち込みましょう。3つ2、3、4。あー、またこの一発だから 4発しましょうね。1、2、3、4。待ってね、違う、1、よいや、2、3、4。はい、よし、OK。すげえな、やっぱケツに向かって叩き込むってやっぱエグいな。今さ、リロードしなかったんだけど、5発撃ったのに。なんか俺がまた分かって勝手に動いてる。ん？私はここから出るわよ。あなたたち2人はどうなっても知らないから。待ちなさい、抗生物質は取らなくていいの？そういう話じゃねえと思うんだけど。そんなもの死んだら意味ないのよ。入浴死刑よ、大丈夫？ええ。隣に看護婦がいたんです。でも妙な物音がして、様子を見てきてもらえませんか？わかったわ。気がいい。他にも逃げ遅れた患者がいるかもしれません。私は周りを調べてきます。危なくねえか？怖そうだ。開けろ、棚を開けろ。宝箱は結構端にね、これあったりしますからね。困ったものです。おお、また戦いそうな、ね、いいエリア。さっさとやるぜ。補充しといた方が良かったかな。基本的にもう、見たやつをもう打ちましょう。1、2、3、4。あ、また変なところでタイミング。1、2、3、4。あ、なんか攻撃を食らうとリロードしてるのかな。よくわかんないな。結構 連続ダメージがやっぱこの辺見たいですね。で、一発撃って一回やめて、で、溜まるの待ってか。溜まっても今度結構遅いな。強化したはずなんですよね。よし、弾はいっぱいあるけどな。できれば回復剤が、あ、ん、
この部屋見覚えがある、体が熱い、確かに私はここに来た気がする。でもなぜ私はここに来て、一体何を。ああ、もう本当にどうなるかと思ったわ。みんな豪胆ですね。日頃は役に立たない警官もいざという時やっぱり頼りになるのね。その代わり今度はこっちが助けてもらいたいの。エレベーターの横のドアはどこに繋がってるの。あそこは確か倉庫ね。酸素タンクや液体窒素なんかの危険物を保管したと思うわ。病院でそんなの必要なんですかね。なぜそんなものを。そこまではわからないわ。そうね、これを使って調べてみれば。お、緑色カードキーですか。ありがとうございます。助かるわ。あなたも早く避難しなさい。言われずとも。みんな避難してるわ。私も急がないと。お、なんだ。ああ、走っていくのか。達者でな。お、SP ジャケット。軽くてとても丈夫。スーパーですかね。どんだけ強いんだっけ、これは。 CM ベストの方が強いですね。この B ベストをどうにかね、この状態以上に強くなるやつなので開けたいですね。ただその前にこのスロットをね、スロット穴を増やさな。また出てくるのか。死にたいんですね。数が多いんだよなこれ。あいで、ヘイストかけとく。それともヘイストでいくか。回復薬もね結構溜まってるし。あ、すげー早い。 みんな早い。てかヘイストもこれ必須だな多分。ケツケツだよ。ケツケツケツ、敵のケツを狙え。構わん。敵にね、もう銃口を突きつけて撃つしかないぜ、こんなゲーム。こんなもんでいいか。よし、もう構わず撃ち続けろ。よし、いいなあ、この純粋なね、やっぱ殴り合いって楽しいですよね。まあ勝てなきゃ意味ないんですけど。これで安心して向こうの看護師さんも逃げられるかな。もう逃げた後かな。いませんね。まいや待て、ここに宝箱か。やっぱりな。PE 防御、パラサイトエナジー防御力がかかる。パラサイトエナジー防御力ってなんですか。これちょっと難しすぎるな。あれ、パラサイト、あれどこにあったする。あ、これか。あ、PE 防御、あ、普通に使えるやつか。じゃあ CM に使いましょう。あー、いや難しいな。そうするとこの辺は椅子をどかす。なんだったら、アヤが椅子をどかすっていう。また君たちか。ね、椅子をどかすっていうムーブをかます可能性ありますからね。ケツ。よ
私も構わずケツだ。ケツじゃねえんだよな。よし、足が遅いプス。よし、治った。よし、じゃああとはもう死ぬだけだ。覚悟しや。そこからさらに、いやー、完全に永久に俺のターン。1対1になったらどうにかなるけど、まあそこまでの、そこまでどうするかだな。バリアとか使ってどうにか削り切るみたいなことでもいいのかな。ヒール、よし、完璧だ、バッチリだ。本当か。